京都府政ニュース今日の一日。未来の子どもたちのためにですね、美しい鴨川を残していきたいと思っています。やはりあの鴨川に癒されて、京都のために何かを尽くす力になれればというふうに思っております。8月6日7日の2日間、コロナ禍の影響で3年ぶりの開催となった鴨川納涼2022が盛況に開催されました。河川の愛護や環境保全の啓発に加え、観光や物産の振興にも取り組まれており、多くの方との交流と憩いの場となるよう開催されました。オープニング式典には多くの関係者の方が集い、盛大に執り行われました。鴨川納涼はこうやっておかげさまで開催することができましたことは本当に嬉しいことでございます。皆様がお家でクーラーに当たってあんまり外を出ないようにされているところをこうして川に来ていただいて、この気持ちいい川風に当たっていただく、これが本当に何よりも鴨川納涼の醍醐味でございます。当日は多彩なステージイベントや全国の県人会による特産品の販売があり、多くの方が楽しまれている様子が印象的でした。お子様連れやステージ出演者の方、それぞれが鴨川納涼の開催を心待ちにされていた様子でした。そして京都の風物詩ともいえる友禅流しの風景を次世代に伝えるために開催されている今日の夏祭り鴨川納涼友禅流しファンタジーも執り行われました。3年ぶりの開催となった鴨川納涼2022、お二人にお話をお伺いしました。本日やっと3年ぶりの鴨川納涼の開催となりました。ここを歩いて初めて感じたんですけど、これが本当に今年なければ、次の年っていうのは非常に厳しかっただろうっていうのもあるし、ここを歩くと非常になんか京都で、こういったイベントがあって本当に今日は良かったなと嬉しい気持ちでちょっと感無量な感じ、こう胸いっぱいな気持ちになりました。今、京都には44の県人会がございます。で皆様会員になっていただいて、この鴨川納涼のスタッフになっていただいたりとか、あと京都と、ふるさとの文化の交流をしていただいて、ますます京都で、自分たちの出身の県を身近に感じていただければなと、そしてまた京都の方たちにもいろんな地方の、文化を知っていただければ、両方の県がまた一層盛り上がっていけるんではないかなというふうに思ってます。ぜひ県人会の方にも、懐かしいお話もできるかと思いますので、ね、ぜひご参加していただいて一緒に、そしてプラス京都を皆さんで盛り上げていきましょう。なんていうんですかね、皆さんやっぱり久しぶりにできたというので非常にこうウキウキしているというか、こうそういうのが皆さんの体から溢れてましてですね、コロナで本当に2年間開催できなかったんですけれども、改めて規模は小さいんだけれども、現地鴨川で開催できることをですね、心から喜んでおります。川というのはやっぱりもともと大雨が降ったらですね、非常に被害を及ぼすということなんですけど、日頃は府民市民の人に潤いとか安らぎとか憩いっていうのを与えるということなんで、ただその川を守っていくっていうのは実は非常に大変で、こういう河川事業をやるともあるし、ゴミを拾うとか、あとみんなで河川を愛していこうとかっていう、そういういろんな大きな多くの方の努力によって、鴨川が魅力ある形で保たれているので、これを次世代の子どもたち、そういうように引き継いでいくと、そのためには多くの方に鴨川を環境保全、それから鴨川の美化、そういうことに関わっていただきたい、その一つのきっかけが、この鴨川納涼でできればですね、私としては非常に嬉しいというふうに思っています。いずれにしても未来の子どもたちのためにもですね、美しい鴨川を残していきたいと思っています。3年ぶりに開催された鴨川納涼2022、来年の開催に期待しつつ、河川の愛護、鴨川の美化活動には私たち一人一人の意識と行動が求められていることに気づきました。そして私たちの鴨川は私たちが守っていく、
そんな決意が生まれた一日でした。